はい、今私はバーマウ港に来てます。ハイバーチュンですね。向こうに見えてるのがハイバーチュンの中心街、バー中央通りにありますビンコムセンターですね。あの辺りがもう日本食レストランヒーさんとかカンさんとかね、たくさんやんちゃとか固まってるエリアで、少しあそこから比べたらちょっとタクシーで、数分走らせたところにあるんですけども、向こうに見えてる小さに見えてるのが、日光ホテルですね。このバーマウコほとりに立つサービスアパートを、ご紹介します。すでにここのアパートのオーナーはこのほとりに3つと3軒建ててます。であと包帯の方に1軒サービスアパートを持ってます。まあ、詳しくは弊社のホームページをね参考にしてもらえば全部アップしてますので、はい。でこちらに今見えてる、この、背の高いサービスアパート、これも、これからご紹介するオーナーの持ち物件です。はい、Q アパートメントっていうね、 Q シリーズっていうのをやってて、これが Q3、 今から見せるのが Q2 ですね。ちょっとこの路地の先にあるんで、ちょっと案内しますね。ここを間道入ってきて、もう向こうにちょっと頭だけ見えてますけどもね、あれです。ちょっと行きますね。まあ、この辺はローカルチックなね建物がこう建ってるんですけど、ここ左に曲がって旧アパートメント、ここです。このアパートここですね。はい、まあこの横がね、横の民家が建ってて戸建てがあるんですが、まあ、側面こう見ていただければ分かりますけど、窓取れてるんですよね。普通こちらの正面玄関の上しか窓が取れなくて、左右は塞がってて暗いんですけども、ここみたいになんて絶妙な立地ですよね。向こうの奥ははめ殺しのガラスの窓ですかね、光だけは取り入れましょうという思考でそういう設計で作ってますけども、はい、こちらに関しては、はい、左右に取れると、はい、でここが共用部分というか1階でね、ここを開けて、部屋に入っていくんですけど、24時間守衛さんが張り付いてくれてるので安心ですよね。はい、じゃあここも一部屋だけね今空いてるということなので、その部屋をこれから取らせてもらいます。はい、じゃあ、部屋の中取っていきますね。はい、ワンフロアに一部屋、これは変わりはありませんね。ワンフロアに一部屋、玄関入って右側奥がリビングダイニングで、反対側が、ベッドルームという間取りです。まあ、2ベッドルームとは言いますけども、ま、面積が68平米なんで、はい、もうほぼほぼ1ベッドプラスサービスルームですねという感じ。まあ、サービスルームってこんな感じ、これぐらいの、まあ、ちょっと狭いね、メイドさん部屋みたいなのがついてくるんですけども、まあ、収納がその分あるんでね、はい、クローゼットは使えるかなと。はい、じゃあこちらの部屋見ていきます。まずさっとリビングからいきますね。リビングダイニング、はい、天井は綺麗に白く塗ってますね。でバルコニーが若干、はい、ちょっとだけバルコニーがつきます。こんな感じですね。ここは今5階部分ですかね、5階。はい、でキッチンがあって、もう完全単身向けですね、感じとすれば。でこれは IH です。ここだけはこだわってますね。表面が熱くなるタイプじゃなくて IH クッキングヒーター2口入れてます。はい、でキッチンシンク、冷蔵庫、この辺りで、シーリングファンのスイッチ、上に今回ってますよね、パナソニックです。はい、リビングダイニングキッチン、まあ、収納もこれぐらいありますので、まあサービスアパートですからね、まだセットアップしてませんけど、お皿とかねこの辺のやつが付きますし、まな板、包丁、チョップスティック、お鍋、大中小、フライパン、そういうものは全部セットアップしてくれます。はい、キッチンシンクの下綺麗ですね。まだこれ、まあ、若干短期の方とかが住んでて出てるみたいですけどね、今たまたまこの部屋しか空いてません。たったこの部屋だけなんですよ、他は全部決まってます。はい、こういったものもののライスクッカーも含めて全部、はい、ポットもね、お湯を作るポットもつきます。こんな感じで、はい、この辺りは一緒、まあ、大体どこのサービスアパートもこれぐらいは用意をしますね。ウォーターサーバーもあります。テレビ壁掛け型もついてて、ダイキンのインバーターの壁掛けの エアコン、ツーウェイですね、冷暖房で、ここにこうねちょっとあるのはこれ、ね、停電時のライトなんですよね。ここはバックアップが
ありません。ジェネレーターがないので、まあ、ないアパート多いんですけどもね、この規模の小さなサービスアパートはジェネレーターがほぼ持ってないと思います。停電したらもう全部真っ黒、全て止まります。エレベーターも止まる。ライトがね、暗くと何もならないんで、その時に停電時用のライトをここにつけているというような感じですね。はい。で、あと、メインベッドルームですね。メインベッドルーム。はい。こんな感じ。まあ、68平米です。68平米。65ぐらいかな。はい。なんで、まあ、そんなにだらっぴよくはありませんが、しかし、お値段は1000ドルは切ってます。680から700、750、800ぐらい。いや、それぐらいの価格帯で、この部屋住むことができます。階層によってね、低層階は安くて、高層階は高いと。はい。で、今はないんですけども、下にあるように、ここに、はい、乾燥機能付きの洗濯機が来ます。ちゃんと来ます。電源も用意してて。今、順番ちょっとね、購入といいますか、準備をしている最中で、はい、まもなくここに入りますので、ここに乾燥機能付きの洗濯機、マイ洗濯機がちゃんと室内で使えると思っていただければ結構です。はい。まあ、ハウスキーピングサービスはおそらくこのアパートは、掃除はするけど、洗濯アイロンがけはしないっていう、アパートなので、ご自身でやってくださいとなると思うんですよね。はい。あと、質問机があって、こういうウォークインクローゼットがなんと、つくんですよね。はい。こんな感じ。上、換気扇がこう回ってますけど、ウォークインクローゼット。もちろんセーフティーボックスもあります。で、姿見がこうあると。はい。なかなかこのスペースを切るっていうのはすごいですよね。はい。そんだけまあ、メインベッドがこう結構広いので、ダイキンの、はい、エアコンもあります。はい。ウォークインのクローゼットがついてると。これがワンベッドルーム。あとはまあ、一つは、バスタブはこれ1個しかないんですね。ツーベッドですけども、バスルームは一つだけです。洗い場がちゃんとついてるっていうところがミソですね。洗い場がちゃんとつく。はい。で、横がバスタブ。まあ、お湯のリッター数は今確認中ですけど、80あるかなっていう感じですかね。で、湿気飛ばしの窓もちゃんとついてます。で、洗面があって、で、お手洗い。で、お手洗いの横は、TOTO さんですけど、ちゃんと電源、はい。ウォシュレット用の電源もちゃんとつけてると。はい。トイレットペーパーの位置も絶妙ないいところですね。はい。こんな感じです。まあ、白いね、フローリングではありません。白いタイルで貼ったフローリング、悪くはないかなと思います。安ければね、はい、バウマークのこのエリア、立地、はい、ハイバーチュンクですね、ビンコムセンターあたりからは少しタクシーで5分ぐらい走るとここに到着するんですけど、ちょっと繁華街、中心街から離れている。歩いてさっと日本食レストランには行けませんが、タクシーを使わないといけませんけど、まあ、その分環境、静かな環境を確保することができるということですね。どちらを取るか。はい。ここの旧アパートのオーナーさんはすぐそこ。はい。そこにも新しいの建ってますよね。今建築中でも間もなく竣工しますけど、ここも持ってるんですよね。あれが旧3アパート。ここが旧2アパート。で、この向こうにちょっと見えてませんけども、すぐそこに Q1 アパート。要はこの辺りに3つ持ってるんですよね。並んで。新築のサービスアパート。もう一つは、包帯の方にもあります。全部はうちのホームページにアップしてますので、Q シリーズですね。Q シリーズのサービスアパートは、こんな仕様ですよということですね。はい。バウマー湖のほとりにあります新築のサービスアパートです。築浅のサービスアパート。はい。仕様は大体もう日本人向けですね。だからすぐ日本人が決まると思います。ここも日本人入居率は、半分は日本人ですね。が住んでるみたいです。はい。いかがでしょうかね。この、ハイバーチュンの、バウマウ湖付近、この辺りでね、住む理由のある方、この辺りから出勤をするのがちょうど都合のいい方、そういう方々であれば、しかも1000ドルは切って、もうちょっとなんとかリーズナブルで安いところを、でも新しくなきゃ嫌だと、そういう方にとってはここはまさにうってつけのサービスアパートじゃないかなと思います。いかがでしょうか。